はい、行こう。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。今回は、はい、何をするかと申しますと、はい。ちょっと前に、インスタで質問コーナーをつけたんですけども、今みんなが一番聞きたいことに関して、答えまして、それが結構良かった。そうなんだね。そう。なので、今回はその第2弾をお届けしたいと思います。よっ。で、第2弾なんですけども、はいはい。さっきインスタで募集して、まあ YouTube ってね、まあ更新し続けたら、どんどん新しい方も見てもらえるね。そうだよね。増えるので、やっぱりその時その時と、一番聞きたいことは変わっていくわけだから。確かにね。だから、一番多かった質問に関して、お答えしようと思います。はい。はい。で、何が多いかというと、まあそれは、これです。おう。めっちゃある。めっちゃないんですよ。めっちゃないんだ。はい。そこは一つしか載せないから。あ、そういうことね。そうそうそう。全部載せはしないの。全部翔ちゃんに編集を任せっぱなしだからさ。はい、もうめっちゃ出てると思う。いや、めっちゃ来てるの。ありがとうございます。まずお答えしていただいて。ね、ありがとうございます。全部は見せれないんですけども、今回は一つ、ここにパッて出すのを出しました、今。これについて答えていくっていう話ね。はい。OK。というわけで、はい、まあ知らないよね。まだ俺知らない。知らないんで、その質問全然一個も見てないけど。はい。終了。で、まあ一番多かったのは、その、今後、YouTube 以外で、したいこと。ああ、なるほどね。僕らの YouTube 以外の顔っていうのを見てる方は知りたいから、普段さ、YouTube、まあやってて、まあ Twitter、インスタとかはやってるんだけど、それ以外の僕らは知らないわけで。まあそうだよね。そう。で、それと踏まえて、それ以外で、お店、お店に関して。お店に関して僕ら、その、多分、動画を上げ始めた時に、二人でお店やるっていう話をしてて、結構それをね、いつ開店するんですかみたいな、なるほどね。ことが、結構聞かれることが多くて、それに関しても。質問結構来てるんだ。そう。なので、まあ、YouTube 以外のことと、それに踏まえてお店のこととかも全部お話できればと思います。はい。はい。というわけで、お腹すいたんで、ご飯作ってきまーす。お願いします。はい。じらすよねー。ひょにょ。やっほい。やっほい。いい感じ、いい感じ。できた？うん。イェイイェイ。お腹すいたで、しかし。なんか最近さ、はい。翔ちゃんが作ってくれてるパターン多くない？そうだよ。ね。ね。そうだよ、そうだよ。動画だけなんだから。確かに。動きたくないんだよ。一切動きたくないもん。やばいよ。飲もう飲もう。あ、俺もビール欲しい。なるほど。はい。イェーイ。イェーイ。よし、できたー。お、あ、おいしそう。おいしそう。見て見て。ナポリタン。はーい。ありがとう。作りました、俺が。俺が。さ、ということで、はい、いただきまーす。いや、マジで美味しそう。そう。美味しい。本当に美味しい。終了。うまい。最高。翔ちゃんのナポリタン、マジで美味しいよね。ありがとうございます。お刺身さん食べるわ。いただきます。タバスコもかけよう。あ、タバスコ多分。どう？美味しい。あ、僕もかける。じゃあまあ、答えていこうかなと思うんですけど。はい。まあ、今後ね。開けていい？翔ちゃんのも開けてあげるから。いいよ。ありがとう。いいよ。今後、どういう風なことをしていきたいかとか。そうね。そうだね。まあ、僕らの Twitter とかインスタとかを、まあ見てくれてる方にはちょこっと知ってると思うんですけども、ある、ちょっと事務所にお世話になってるんですけども。そう。まあそこは別にその YouTube 事務所とかは全然関係ない場所なんですけども、僕がもともと映像のことに関して、やっていきたいというか今後、裏方というか、
映像を撮っていきたいっていう意味もあって、それでちょっとお世話になって、一緒にそれをやっていくみたいな感じが、まあ、叶いやすかったので、それで、お世話になってるっていう状態で、まあ、量は量で、普通に今の仕事をしつつ、YouTube も頑張る。そうだね。って感じで、二人ともそんな感じで、YouTube はやめないとして、YouTube プラス、そういうものをしていくっていうのが僕らのやり方かなと思ってて、で、今後、まあ、お店とかはね、多分そのお店に関しては2018年ぐらいに多分言ってたかな。もうなんか最初の頃から言ってたよね。最初の頃のやつ言ってたんですけど、まあその後にねコロナの状態になっちゃって、本当それなかなかこの状況だとお店っていうのがね、今からやるっていうのは相当の覚悟じゃなきゃできないと思うし、僕的には正直そのだいぶ先の夢ではあるかなと思ってて、それこそまあなんていうのかな、余生っていうの、そうねとかっていうのぐらいに僕は思ってはいるんだけど、りょうちゃんはどうかな。俺もそんな感じかも。なんかすぐにっていう感じでは思ってなくて、そうだね、やっぱね今のご時世っていうのもあるし、やっぱり出すからにはさ、潰したくないじゃん。もちろん。だからね、しっかり環境が整ってからがいいかなとは思う。そうだね。だからまあ、すぐの話ではないっていうのが僕らの、あれ。お店に関してはね。お店に関しては。でも、ね。一応、グッズとかは発売したことあるんで。去年の。クリスマス前だよね。そうだね。だから、まあ、ある意味ネットではお店出してることはあるみたいな。そういう感じ？感じですね。そうね。確かに。はい。そうだね。言われてみたらね。そうそうそう。かなぁ。はい。食べまーす。うん。今後やっていきたいことっていう話したらさ、なんか翔太も結構いろいろ、さっき映像の話も言ってたけど、それ以外にもやりたいことを言ってたよね。いっぱいあるんだけど、まあ、ここで言えることと言えないことがまだあって、自分の中で。翔太の中で、だから、叶えそうな時にまだそれは言うかなって。随時ね。なんかちゃんと答えになってるかな、大丈夫かな、わからん。あんまり興味あるみんな。なんか濁しすぎるのもね、あれかなと思ったけど。そう。興味あるみんな、この話は、ほんとに。大丈夫、ほんとに。ね、うまーい。幸せ。幸せ。あんまちょっとでかい声。タバスコマジで美味しい。ひょにょ。というわけで、そんな感じではあるんですけども、まだ今回も、同じぐらい、質問が多かったのがもう一つあるんです。何よ。それが、これです。はい。どう？出たの今。出たの。どう思う？ちょっとね、わかんないな。知らないから。引っ越しについてです。引っ越しについてね。はいはい。引っ越し、ね、具体的な引っ越しの時期はいつでしょうかっていう。コメントがいっぱいあるんですけど、確かにね。まあちゃんと言うとですね、まあ今それこそコロナの時期なので、なんか必要最低限の行動が一番いいと思ってて、で仕事で動くのはもう仕方ないことなんだけど、それ以外に関してはまあできるだけ接触をしない方がいいかなとは思ってるので、あんまりそういう意味では引っ越しとか大きい動きは僕はしない方がいいかなと思ってる。ああ、なるほどね。だし、まあそれって防げるようなことだからさ。だから今のとこ未定になりました。そうね。まあ翔ちゃんはそういう理由でって言ってるけど、一回部屋の模様替えをね、しましたって前回どっかで言ったと思うんだけど、もうそれで結構住みよくなっちゃって。そうなんだよ。なんかあれ？引っ越さなくてよくね？みたいなね。感じになっちゃったから、案外いろいろ便利すぎて、ここが。そう。なんかね、改めてね、気づいたよね。この場所の住みやすさ。そうなの。そう。今後ね、なんか、あったら引っ越すかもしれないし。いや、それはね、全然ある。まあ正直ね、もっと広い部屋に住みたいってのはもうずっとあるから。だし、まあ、もっともっと、こういうのが落ち着いたらね、コロナがね、落ち着いたらやるかなと、思います。それまでかな。ですね。そうね。ほんと便利なのよ、今住んでるところは。ひょにょ。はい。というわけで、はい、このままご飯を
ね、食べるとして今回はここまでにしようと思います、うん、はい、なんかいいね、はい、定期的にこれやるといいかも、ね、質問コーナー、うん、うん、面白いじゃん、まあそうね、うん、っていう感じで、うん、またどうだろうな、来月とかこのコーナーをしようと思うので、それまでに、はい、新しいことをね、うん、見てる方は考えてもらって、うん、と思います、はい、はい、というわけで今回はここまでにしようと思います、はい、はい、気に入っていただければ気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。そうそう、何、最後実はあるんですよ、うん、ここまで見てくれた方は絶対少量のこと大好きだと思ってるから俺。あ、最後までね。そうそうそう、なるほど。そう、最後に間違いない、最後に、うん、一番みんな、一番じゃないんだけど、うん、だから一番さっき言ったもんね、うん、うん、それが最後これ。お、はい、うん、俺は分かってないけど。そうそうそう、何回やるんだよ。だって分かんない、分かんないから、うん、でこの答えは、うん、今年の、うん、秋に、うん、グッズが発売されます。お、知ってた？知らんわ、今知った、今日決まりました。そうなんだ、なんで喜ばないの。知らなさすぎて。あ、ほんとだ、キャトーンって感じ。はい、今年の秋になります。あ、そうなんだ、はい、今日決まりました、楽しみ、はい、まあ楽しみにしていただければと思います。俺初めて知らました、よろしくお願いします。お願いします。何売る。